ナッシュビル。ナッシュビルは、アメリカ海軍の軽巡洋艦。ブルックリン級軽巡洋艦の一隻。艦名は、テネシー州の州都ナッシュビルにちなむ。その名を持つ艦としては二世紀目。ナッシュビルは1935年1月24日に、ニュージャージー州カムデンのニューヨーク造船所で寄港した。1 9 3七年十月二日に、アン・スタールマン及びミルドレッド・スタールマンによって、 命名、浸水し、1938年6月6日に、艦長ウィリアム・ W ・ウィルソン大佐の指揮下収益した。ナッシュビルは、カリブ海での成長に向けて、フィラデルフィアを1938年7月19日に、出港した。8月上旬に、北ヨーロッパへの親善訪問に向けて出港し、8月24日に、フランスのシェルブールに到着する。 その後イギリスのでに500万ドルの金塊を積み込み9月21日に出港9月30日にブルックリン海軍交渉に到着し金塊を下ろすと10月5日にフィラデルフィアに帰還した1939年春ナッシュビルはリオデジャネイロで開かれたパンアメリカン防衛会議に出席するアメリカ代表を乗せてリオデジャネイロに向かい会議終了後は 代表をアナポリスまで送り届け、6月20日に到着した。6月23日、ナッシュビルはノーホークを出港し、パナマ運河を通過して太平洋に入った。7月16日にサンペドロに到着したナッシュビルは、以後の2年間を太平洋方面で過ごした。1941年2月、ナッシュビルは他の3隻の巡洋艦と共に、ウェーク島に、 海兵隊を輸送。5月20日、ナッシュビルは、真珠湾を後にして、東海岸に移動し、アイスランドに向かう輸送船団の護衛に任じた。1941年8月から12月にかけては、ナッシュビルは、バミューダ諸島を拠点として、中立パトロールを行った。12月7日の真珠湾攻撃後、ナッシュビルは、カスコ湾で、アイスランド行きの輸送船団と合流。 以後1942年2月までバミューダとアイスランド間の輸送船団護衛を行った。3月4日、ナッシュビルは空母ホーネットを護衛し、パナマ運河経由で西海岸に向かった。3月20日にサンディエゴに到着し、ホーネットはアラメダで16機の B-25 ミッチェルを飛行艦板に搭載した。これら B-25 はジミード・リトル中佐に引きられ、 日本本土空襲を行うアメリカ陸軍航空軍の一隊であった。4月2日、ナッシュビルとホーネットは他の艦艇と共に第18任務部隊を構成してサンフランシスコを出撃し、ホーネットではマーク・ミッチャー艦長が日本本土空襲作戦を発表して艦内が湧き立ていた。4月13日、第18任務部隊は ミッドウェイ島北方洋上で、ウィリアム・ハルゼー中将を率いる第16任務部隊と合流し、共に日本を目指して航行していった。4月17日、日本から1600キロ離れた地点を航行していた、両任務部隊は燃料の都合から駆逐艦と給油艦を待機させ、ナッシュビルはホーネット及びエンタープライズの空母、従順洋艦ソルトレークシティ・ノーザンプトン・ヴィンセンズと共に、 日本から800キロ離れた海上のドーリットル隊発進予定地点に全速力で急行した。ところが4月18日未明、エンタープライズのレーダーが2つの目標を探知、6時を回り、警戒の戦闘機が監視艇を発見したのに続き、任務部隊も監視艇を発見するに至った。春勢中将は、我々は発見されたと判断して、 奇襲策から強襲策に切り替え、同リットル隊の発進を命じた。これと相前後して、ナッシュビルは、エンタープライズの関西機と共に監視艇を片端から叩き潰す作戦に出た。6時50分、ナッシュビルは発見した監視艇に対する砲撃許可を求め、許可が出るや、否や砲撃を開始。焦っていたのか、砲弾が目標に命中するまで、 約30分もかかったが、それでも6インチ砲弾915発を追やして、目標を撃沈した。この目標が、特設監視艇第23日、東丸、日東漁業、90トンだった。第23日、東丸の沈没位置はと記録された。午後に入っても、監視艇相当は続けられ、ナッシュビルは白旗を掲げたクリッパー型の監視艇を、発見し接近。 捕虜を収容した後砲撃で撃沈した。この艦指定は超渡たる丸、負傷であった。同リットル隊を発進させ、艦指定攻撃の艦載機を収容した両、任務部隊は進路を真東にし、4月25日に真珠湾に帰島した。5月14日、ナッシュビルは第8任務部隊の機関となり、アリューシャンレッド島防衛に向かった。 5月26日にダッチハーバーに到着したナッシュビルは2日後に任務部隊の他の艦艇に合流するため小ク島に移動した。6月3日から4日にかけてダッチハーバーは日本海軍第四航空船隊の空母流上及び巡洋の艦載機による空襲を受けたがナッシュビル以下の任務部隊の各艦は濃むのため本艦隊に接触することができなかった。 同時期に行われたミッドウェイ海戦の敗北により、連合艦隊司令長官山本五十六大将は、アリューシャン方面から厚島、キスカ島両占領部隊を除いて一時的に兵力を引き上げさせた。これを見て、ナッシュビルは6月から11月にかけて、北、太平洋方面を紹介し、8月7日には他の艦艇と共に、キスカ島を艦砲射撃して、 日本に手痛い損害を与えた。ナッシュビルは11月22日に、新珠湾に帰島し、12月24日に出港して、フィジーに向かった。エスピリトゥサント島に到着後、ナッシュビルは、第67任務部隊の帰還となった。ガダルカナル島への輸送船団を護衛した後、ナッシュビルはエレナ及び、セントルイスと共に1943年1月4日、夜、 ニュージョージアとムンダの日本軍航空基地に対して艦砲射撃を行った。次の数ヶ月間、日米両軍はニュージョージア島とコロンバンガラ島をめぐって戦い、ナッシュビルもこの攻撃に加わった。5月18日夜、ナッシュビルはコロンバンガラ島のビラ飛行場に対して艦砲射撃を行っていたが、全部砲塔で装薬が爆発し、18名が戦死して17名が、 負傷した。ナッシュビルは交代し、5月22日にエスピリットさんと島を出港して本土に向かい、メアアイランド海軍造船所に到着して、修理と近代化改装を行った。8月6日にサンフランシスコを出港し、8月12日に新序湾に到着すると、機動部隊に合流し、2ヶ月後の南鳥島とエーク島への攻撃に加わった。 10月25日、ナッシュビルは、エスピリトサント島に到着し、7ヶ月間にわたり、ニューギニアとアドミラルティ諸島への攻撃に加わり、さらに、ブーゲンビル島、ニューブリテン島グロスター岬への上陸作戦で、砲撃を行った。1944年4月21日と22日に、ウェイク島への攻撃を行った後、再び、ニューギニア方面に転戦。 4月下旬からのホーランジアの戦いにおいて、ナッシュビルにダグラス・マッカーサー大将が上官し、マッカーサー大将は4月22日と23日のパナメラワントへの上陸作戦を観戦した。5月27日からの美白島の戦いにおいて、ナッシュビルは火力支援部隊に加わった。その途中の6月4日、ナッシュビルは美白島近海で、 日本の航空部隊の空襲を受けて損傷した。エスピリトサントジまでの修理を終えたナッシュビルは9月中旬からのモロタイ島の戦いで再びマッカーサー大将の帰還となった。10月16日、ナッシュビルはマヌストを出撃してレーテ島を目指し10月20日からのレーテ島の戦いでフィリピン帰還を果たすまでマッカーサー大将は上官した。テでは 火力支援を行い、共闘歩行地区の支援を行った後マヌス島に戻って修理を受けた。ナッシュビルは第78任務部隊、アーサー・ディース・トラブル少将の機関として11月28日にマヌス島を出し、ミンドロ島の戦いの支援に向かった。進撃途中の12月13日、ナッシュビル以下のミンドロ島攻略部隊は、ミンダナオ海からスール海に至る海域を航行中に、 神風特攻、第二混合隊、零戦三ビリク軍特攻一隊、はやぶさ一機の攻撃を受けた。一機の特攻機が、ナッシュビルの後方から突入し、5インチ砲砲が付近に命中。爆弾が3メートル四方に炸裂し、ガソリンは撒き散らされて、火災を発生させた。ナッシュビルは133名が戦死し190名が負傷したが、 133名の戦死者の中には、ストラーブル少将の参謀やミンドロ島上陸部隊、参謀長、爆撃部隊司令官及び海兵隊員28名が、含まれていた。ナッシュビルはこの被害にもかかわらず、残る5インチ砲で、対空砲火を打ち上げた。しかし、ストラーブル少将は、長期をナッシュビルから撤収して、機関を変更。ナッシュビルは、サンペドロ湾、 シンジュンと交代し、1945年1月12日にピュージェットサウンド海軍造船所に帰して大修理を行った。ナッシュビルは3月12日に修理が終わり、訓練の後4月15日にサンディエゴを出港した。ナッシュビルは5月16日にスービック湾に到着し、第74任務部隊の帰還となる。対戦終盤の数ヶ月間。 ナッシュビルは、ボルネオの戦いに参加し、ボルネオ島のブルネー湾上陸支援、バリックパパン攻略戦を呼び、マカッサル海峡での空母護衛などの任務に従事した。7月29日にナッシュビルは、日本軍戦団を迎え撃つため、スービック湾から出撃したものの、最後の戦時任務は取り消されることとなった。第73任務部隊司令官の上官した、 ナッシュビルは1945年9月19日に上海に入港した。11月17日に帰還任務を解除され、ナッシュビルは450名の帰還兵を乗せて西海岸へ向かう。ハワイでもう90名を上艦させ、サンペドロには12月3日に到着した。その後直ちにエニウェトク干渉及びクエゼリン干渉に向けて出港、帰還兵搬送任務に就く。 西海岸へ近づいた1946年1月3日、1800名を乗せたまま機関故障で荒海を漂うの援助を行う。ナッシュビルはセントメリーズを栄光し、1月6日に無事サンフランシスコ灯台に到着した。ナッシュビルは1月21日にサンフランシスコを出港し、不活性化のためフィラデルフィア海軍造船所に到着した。 1946年6月24日に退役し、その後1950年まで予備役として保管された。ナッシュビルはフィラデルフィア海軍造船所でオーバーホールも1951年1月9日にチリに売却され、チリ海軍ではカピタンプラットの官名で収益した。ナッシュビルは第二次世界大戦の先行で10個の従軍聖賞を受賞した。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。